第1回旧帝国大学理系注文選手権、よっしゃー。第1回初回にして最後最終回最終回これ最後です、ほんまに理系注文の集大成、まあ、毎年で僕らの、まあ、得意企画でね、理系注文っていうやつがあるんですけども、それをちょっとパワーアップしまして、今まではその一つの大学にやってたと思うんですけど、まあ、旧帝国大学の学祭にこう巡っていって、まあ、そこで理系注文しますと。で、そこでこう3問ね、理系注文してさせてもらって、そのタイムが、最も短かった大学が一番賢い大学と。なるほど。もうじゃあもうこれで賢さが決まってしまう、新たな学歴の序列を作って。いや序列です。だからマイナビとかその辺のノリで、パナデンのやつではもう1位が変わってるかもしれない。やっぱあれですもんね、なんか大学の偏差値って入学時の偏差値とかだったり。ああ、なんか入学後のね、大学生になったらいかに彼らがね、体内に過ごしてるかっていうのがもう丸裸になってる。まあ、逆にあの世に出てる偏差値ってあるやん、あれとのギャップから大学でいかに遊べるかっていうのがちょっと見積もれる可能性がある。いかに遊べるっていうのが見積もれる可能性あるよ。で、今回ですね、旧帝国大学を対象なんですけども、なんと、まあ、許可取りの結果ですね、今回、阪大、京大、東北は、辞退されました。名古屋も辞退だよ。7分の5。てか、僕らがやり始めたのが10月の末なんですけど、それまで終わってるところとかあったりとかね。そうですね、まあ、コロナ。じゃあ、あの旧帝大に入ったのは旧大と東大だけ。そうです。企画運営。というわけで今回ね、参加される大学を、発表するとですね、はいはい、まず東京大学。はいはい、よかった。そこが、てかそこが参加してるからボツになってないもん。そうそうそう。で、一橋大学。おー、めちゃくちゃ賢い大学やから、はい、で、東京工業大学。はい、東工、はい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 、めちゃくちゃ賢いですよ。この二人がこう結構来てくれたんですね。はいはいはい、ここ3つあったらもう満足よ。はい、で、四つ目が九州大学。はいはい、よかったよかった、よかった、よかった、よかった。最後が、なんと大阪公立大学。ありがとうございます。やっぱあのユニバーシティオブ大阪のね、県があるから。確かに確かに。で、これでも4位以上やったらもう阪大でいいやんっていう。確かに確かに。いう感じで、一応エントリー大学5大学で、僕ら3人はね、の大学に理系注文しに行ったんですけど、はいはい、具体的に何秒かかったかはそこまでちょっとわからないんで、はいはいはい、これはもう和子くんが全部知ってると。はいはい、はい、で、まあ、今回ね、はい、まあ、私たちこう審査員サイドじゃないですか。はいはいはい。1位から5位までの大学を、まあ、僕ら予想しまして、一番多く当てれたやつ、この動画の全収益持ってくる。いやー激アツ。え、これガチガチ。いやもうこれガチガチガチ。え、じゃあ僕何位ですか。じゃあ3人が最高でも2点以下みたいな。あ、じゃあ全員外したらお前ってこと。あ、そう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 。だから俺ら同じ順位予想しちゃダメってことよ。その場でかい。というわけでやっていきたいと思います。マイガイタブラスのオイズバレンタインデイキース。なんでなんで。問題なんですけど、問題は全部で3問で、1問目がリチウムの最外殻電子の数ください。はいはいはい。これ答え1です。はいはいはい。で、2問目がインテグラル0から2の x 3乗マイナス 3x 2乗プラス 3x dx。これは2個です。で、最後がちょっと難しくて、2022の2022乗を10で割った余り個だけください。はいはいはい。これ4個です。はいはいはい。この3つの合計タイムね。はいはい。個人的な推しは大阪公立大学なのかな。でも俺、お前らとこれ多分違うと思うよ、順位。俺結構あの、穴狙い。俺は。いや、俺も穴狙い。穴狙い。はい。天皇杯決まりました、僕。宮廷杯。宮廷杯か。宮廷杯って言いながら宮廷2つ。はい、じゃあ発表しますか。はいはい。俺はこんな感じで、何？1位東大、はい、2位大阪公立大学、はいはい、3位東工大、はい、4位一橋、はい、5位九州。おお。で、大阪、やっぱこれは大阪公立を地元としては推したい。なるほどね。はいはい。僕はこちらです。1位東工大、はい、2位東京大学、お3位一橋大学、はい、4位大阪公立大学、5位九州大学。うわ、結構バランスタイプか、お前。いや、これあるんですよ、これ。大阪公立大学が5位じゃない世界をやっぱ見たいなと思う。いや、間違いない。いきますね。はいはい。こちら、東大、東工大、九州、大工大、一橋。はい、お前5位九州、九州。で、5位は
一つ星。いや、ここは多分バトルやね。いや、バトルやね。ここかなりバトルやと思う。そうですね。一つ橋は文系の大学やから、ね、いや、そうなんですよね、言っちゃう文系で も、でも一つ橋、難しいんですよ、それ。いや、そうなんですよ、そうなんですよ、ね、しかも今回出した問題って一つ橋の人はできそうな問題なんや、はいはい、だからちょっとね、強化上げて3位になりました。あー、なるほど、そうクソ上からはい、じゃあじゃあもう結果見よう、見ていきましょう、5位からね、はい、これでもマジで5連単当てたら万馬券よりすごい確率だと思うで、120通りあるからね。では、5位の大学を発表します。はい、じゃあまずこの段階でどっちか出てくれ。急大すな、5位でごめん。第5位大阪公立。あー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 ごめんよ。いや惜しかった、惜しかったな。いや俺4位にしてるからね。5位かー、周りがちょっとね、まあ、強かったな。さすがに東大とかには勝てんか。いや VTR マジかー。まあ、阪大がちょっと許可が下りなかったんで、大阪代表ということで大阪公立大学の方々に協力してもらいたいと思います。こんにちは。ですね、焼きトウモロコシですか、ここは。そうです。じゃあちょっと頼みますわ。じゃあ、はいはい、焼きトウモロコシを、2022の2022乗を、10で割った余りの数だけいただけますか。10で割った余り、もともとそうそう、もっと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 2022やから、それにで、32、4回、4回周期じゃないかな。お、すごい早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 い、4回周期いいよ、いいよ、あまり、そう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 、そうそうそう、4で4、正解。あいや、素晴らしい。おお、結構、まあ、どうやって5メートル早くもいるけど、ね、ありがとうございます。じゃあ、4つ、はい、いただきます。お願いします。すいません。はい、このプレーンをリチウムの災害電子核に貼ってください。リチウムの災害電子核。はい、早い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 、素晴らしい。え、いや、効率大強いんですよ。これ早い。タイム別にさ、そんな当たり前よねみたいな、マッピング結構そんなロスなくない。はい、来ましたよ。じゃあこれインテグラル0から2のx3 乗をマイナス 3x2 乗プラス 3xdx。 この左の女の子、この前のめりやろ。3乗の項が3で、2乗の項がマイナス1で、1乗の項が、頑張れ頑張れ。違います、違います。あ、ここで時間が上がってもうたんや。確かに、あ、そっか。アホなんまれる、アホなんまれる。三個。違う。違うんかい。違う。四個。違う。五個。適当に言ってる。適当に言ってる。もうエフランダイグみたいなこと言ってんじゃねえ。なんかあるんちゃう。なんもなんもない。二個。ええ、めっちゃいい。じゃあ二個いただきますか。二個。192秒。なるほど。なるほど。三分ぐらいですね、言うても。あ、積分で2分かかっちゃったよな。まあでもやっぱモッドの、あーでも77秒なんやな、あれが、はい、もうちょっとこれ積分の基本計算もう一回やっといた方がいいんじゃん。でもこの左の女の子好きやわ俺。そうだね。なんかあのお前が問題出した瞬間に手にインテグラルの文字書いてたやん。この文字が出るのはもう理系女子の証拠なんや。これで5位なんや。もっと早いってこと。いやそうなんや、ね、みんな結構早くないということで、マコ収益獲得に一歩近づく。いやー、近づいたー。おいしい、おいしい。誰も当たってないな。確かにこのやっぱ市場を挟んでしまったのがちょっと運の尽き。偏差値は正直やな。いやで、いやでもその結果見たくないよな、ちょっと。やっぱだからそうなんよ。でも逆転がやっぱさ、いや間違いない。宝くじなんで夢買いたいですもんね。これ夢買いたい。こっちは夢買ってんだよ。はい、ということで第4位。まだある、まだワンチャンスある。東京工業大学。うえー、マジで。ちょっとそれは無理や。俺ら全員終わったくない。もうこれ全員終わったくない。もう終わりですね。東工大が4位。お前らどうした？じゃあすいません、アゲアイスの方を、はい、リチウムの災害核電子庫ください。一個。あ、正解、素晴らしい。これ。あ、一個ね。もうノータイムだね。こちらしかも伝説のアゲアイスですから。いや、これ全館のアゲアイス。全館のアゲアイス。なんとこの。サークル作文サークル模試販売会。作文サークルキムの転職みたいなサークルあるやん。この模試インテグラル0から2の
x3-3x2+3xdx ください。暗算してるんやけど、あ、こいつら暗算してたな。だから来ますね。だからや、これ見て見て、このこれ動かへんね、全然模試研究会のやつら同時なさがやばいな。そう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 。このテントの他と違う空気感やばいな。いいですね。正解です。 OK、 正解です。いいですね。今骨折れそうやもん。広大祭模試です。なぜ広大祭というこの文化祭において模試を作ってしまったのか。頑張るよ。じゃあクラスを2022の2022乗を10で割ったあまりの数だけお願いします。東工大女子。東工大、東工大女子珍しい。皆さん今現在他の大学と戦ってます。今おお、結構早い。40秒ぐらいか。4本と味どうだったよ。てかお前4本も頼んだ。はい、バロス。はい、というわけで161秒。暗算でだって、いや積分どう考えても縛りプレイのせいやな。はい、あの模試研究会のとこだけ軸半分が速度半分の軸が流れた。老後の定年したおじいちゃんおばあちゃんが公園でなんかインタビュー受けてるみたいな。はい、あと2022のやつ44秒は俺早い方なんじゃないかと思ったよ。お前さ、合ってたらあと何台か結構だけ。もういくだけお前。いや、君は僕あと合っても2っすね。俺もあっても2。敗者復活させてほしいよな。あー、この段階で上位3誰か全部当てたらその人みたいな。だいぶ確率高いけどな、ここから6分の1になるから。6分の1になるからね。じゃあそれで、それで、なんでそれで収益半分ちょうだい。それで、あの、賭博みたいな賭博みたいな雰囲気出てる。 OK、 解きました。お、じゃあいくぞ。はい、せーの、ドン。一橋九州東大。一橋東大九州。東大九州一橋。僕はだけ違います。東大を1位にしたくなる気持ち分かります。そう来ると思ったら逆張りしました。逆張りしました、ね、いやでもさっきの見る感じ、こけるだけじゃなくてやっぱちゃんと紙使ってくるとかそういうの考えると、やっぱ東大は全てを駆使して早く解いてきた。いや、そう、そういう考え方もあるよね。なるほど。はい、はい、はい、ということで第3位は九州っぽい。九州だよ。よーし、マジでー。よーし、マジでよし、終わったー。ブラボー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 。これ九大、これ九州ですね。なんかおしゃれな大学やな。そう、めっちゃいい感じだったね。九州大学に来ております。非常に賑わっている感じで、これは非常にやりがいのあるシチュエーションなのではないかと思われます。あ、注文いいですか。はい、桃クレープをインテグラルの0から2の x3 乗マイナス 3x2 乗プラス 3xdx 個、お願いします。この女の子九州大臣ないんじゃん。いや、そっちな、九州大臣可愛いんじゃん。来年取材にして。第8位。来年取材にして。2222 正解です。正解です。この頃仲良さそうやな。いい感じ、仲良さそうやな。いい雰囲気。端巻きの卵をリチウムのですね、災害電子核の数だけください。じゃあ50個。すぐ分かるよね。すぐ分かるよね。さあ、元素周期を思い出すんだ。でもあの子正解言ったし。自信持って言わへんと。あ、なるほど。言ってる可能性あるから。これ何、フットサル？1やろ。じゃあ答え1回だけね。1せーの、1。正解です。ありがとうございます。めっちゃ楽しそうやな、この人。もうこれで、ね、好きだったもん。え、花輪さん。あ、花輪っていうの。あ、今気づいてくれたって。これやってる時に誰やと思ったの。やばいやつ、ここで気づけられるやつ。やばいやつおるやん。びっくりしました。全然なんかもう知られてないもんやと思って。ボケるぞ。ノアには気づくの遅いだ。そこは 何サークルさんですか。アバレサークル。アバレサークルさん。あ、配給ね。見たことある人。はい、見てないやついたらさ、しばきやな。
じゃあワッフルのキャラメルとチョコを2022の2022乗を10で割った余り以降ください。9代の入試問題だね。2022がもっと10で2やから、おおおおやから、やから、2の2022乗と一緒やねん。そこまでな、これみんなに言ったらしたから、こっからみんなで考えよう。こっからみんなで考えよう。この時間のせいで、そうやねん。これ絶対個人プレイの方がいい世界あるから。分かった人、ほら、これ協力プレイですからね、これ。協力プレイよ。なんか出た？4個。正解です。いやナイス。こんなテンションだよ、お前。2の余りってことは分かったけど、彼の方が早かったですね。あ、でも119秒。積分めっちゃ早いな。ほんまや、めっちゃ早いわ。積分英語早いわ。積分重要やな。でも一応俺、2と1位来てますね。あるんよ、これ。一応あるよ。あるね。過去の収益の半分をかっさらうチャンスが俺にはまだ残っている。あるね。1位発表するか。じゃあ、これはスペイン対日本よ、これは。確かに。スペイン対日本みたいになるかもしれない。ライアンの時に。いや、一つ橋はすごいな。でも理系注文で文系が2以上ってやばいな。やばい、すごい。じゃあ、ということで、今回の第1位は、レベチス。あ、レベチ。レベチ。あのね、モンスター出てきました。あ、なるほど。なるほど。じゃあまあしゃあないな。もうしゃあないっす。OK。まずは2位のね、一橋から見ていきましょう。はい。一橋大学に、来ております。とりあえずもう文系の中でももうトップクラスに賢い大学ということで、まあきっとね、まあ、理系注文も難なくこなしてくれると思っております。はい、こんにちは。こんにちは。こちらはどういうサークルさんでしょうか。我々一橋大学体育会応援部という団体でございまして。応援部。はい。じゃあこのメッセージ付き回路をですね、はい、インテグラル、さすがに覚えてますよね皆さん。はい、はい、当然です。インテグラル、0から2の x3 乗マイナス 3x2 乗プラス 3xdx 5ください。聞いたことない。お願いします。1年生の脳みそ使ってこい。1年生ちょっと未知数ですけどね、一橋さんは。みんな応援してあげてください。頑張れ。はい、どうです。あ、正解です。あ、でも早い。ポテ。どんなメッセージ。あ、メッセージ、じゃあ、はい、結構おめでとうございます。あ、ホットなプレゼントありがとうございます。まだにほかほかですからね。ほかほかやで。ありがとうございます。ありがとうございます。ですね、輪投げをですね、2022の2022乗を10で割った余りの回数だけやらせてください。それわかんない。何でしたっけ、何乗ですか。2022乗ね。2022だから、4。正解です。早かった。輪投げ4回もやった。そうなんだ。そうなんだ。4回ということで。じゃあ結構やります。結構やらせていただきます。いや、シュールすぎるやろ。何がおもろいね。一本も入らなかったから。面白いお店を発見しました。モグラ叩き。あ、これ中入って注文させてもらっていいですか。あ、どうぞどうぞ。あ、じゃあちょっと失礼します。すごいです、もう準備万端やねこれ。はい、じゃあモグラ叩きをですね、リチウムの災害電子の数だけやらせてください。18。違う。3。違う。ルート2。違う。13。適当に言ってんじゃねえ。9000。はい、もうでもエフランかお前。30。あ、30違う。だからちょっと鍋圧みたいになってる。はい。あ、正解。正解。というわけで、二つ橋さん、非常にね、エフランのノリが非常に素晴らしいと。もう最高でした。ありがとうございます。あ、でも85秒。はい、いやだからチーム23秒で、あ、関根がうち早かったか。関根が英語早いんや。もっとクソ早くない。はい、すごいな、めちゃくちゃ早いな。確かに。じゃあちょっとモンスター見ます。モンスター見ますか。じゃあ見ましょうか。じゃあ1位ですね。はい、1位見ましょう。じゃあ1位東大生。はい、さすがです。
はい、というわけでまずはですね、ちょっと文系の店なんですけど、科学の問題を出してちょっといじめようかなと思います。東大生なんでね、ちょっといじめないといけないと思います。こんにちは。こんにちは。ここは何のお店ですか？スペイン風のフレンチトーストを売っている鳥肌鳥肌っていう。おお、はい、料理名が別に鳥肌鳥肌ではないの？鳥肌という料理名になっております。あ、鳥肌っていう、はい、あ、なるほど。喋り方東大客はしゃべり方東大生変わったな、やっぱ。じゃあこの鳥肌はですね、リチウムの災害電子核の数ください。一つです。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。さすがに東大生でした。まあ1秒ぐらいね。1秒ぐらい、まあ、でも文系ですからね。こんにちは。こんにちは。注文よろしいでしょうか？はい。じゃあチュロスをですね、はい、インテグラル、0から2の x 3乗、はい、マイナス 3x 2乗、はい、プラス 3x dx 個お願いします。お願いします。お願いします。インカコーラ、インカコーラは、あ、インカコーラ、あ、早い、ナイス、ナイス、おい、まあまあ、早い、じゃあ早かった彼、さすが、すごい、怖い。はい、というわけで、こちらのね、リリーカステラさんのお店やっていきたいと思います。あ、すいません、こんにちは。こんにちは。リリーカステラをですね、2022の2022乗を10で割った余りの数だけください。はい、4個ですね。早い。数だけください。はい、4個ですね。早い。やばない、やばい、やばない、はーや、やばい、やばい、やばい、ちょっとやらせかと思うレベルだけど、どういうことになったんですか今。10で割ると何余るかっていうのは1のくらいだけ見れば分かるので。確かに4です。でもそういったら2、4、はい、6ってあるじゃないですか。なんでその4ってなったんですか？4個でループになるじゃないですか。こっちも、はい、2、2、4、4、4個でループになってたので、はいはい、2回やって2、4なんで4です。2回やってやった。2回やって2、4なんで4です。2回やってやった。分からん、分からん。すぐにちょっと雰囲気見てる。あれ見てる、てか手の動きとかもすごいわ。全然分からんけど、ちょっとやっぱ東大エグいっす。どういう経歴の持ち主なんですか彼は？長い、めちゃめちゃ長いですね。めちゃめちゃ長い。話が長くなる。すごい。数学オリンピックをやってて、日本代表の候補まで行きました。やっぱね、次元です。これはちょっと3次元空間に来てない。解析力がね、ちょっと今4次元です。やめてよ。あ、でも20秒、もっと0秒。いや、もう0秒はね、確かにこれは20秒。あ、まあ、これは優勝です。これは優勝です。これは優勝です。優勝です。優勝です。俺が見た景色と違う景色やったの。そうですね。うん、はい、というわけでもう無敵艦隊東大さんでした。まあでも、あ、だって知ってる問題レベルじゃない。そうです。だからあれも、あ、前におはようのノリでやってるんじゃないっていうレベル。あ、まあ、あ、それねみたいな、うん、今日の取り行きましたみたいなノリでした。あ、そう、今日の話だ。そう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 。東大ってすごいんやな。クイズノックってすごいんやな。いや、すごいんやな。そうですね。そういうこと。クイズノックに理系中もやってみる。確かにやってみたいな。でもクイズノックってあの計算機やめやらへんから、やらへん、ワンチャン俺らの方がっていう。いや、それパターンもある。まあ5連予想当たったって人は、まあここからなんか買ってもらってください。そう。まあここから MacBook プレゼントあるんで。はい、まあというわけで東大優勝おめでとうございます。おめでとうございます。いや、すごい。いや、あと大阪多いですね。もうちょっとこうまだいける。次回あるんですか？次回関さんやってくれるんで。あ、確かに。それやってくれる可能性あるね。はい、はい、というわけで今日の動画は以上になります。皆さん、出場ありがとうございました。ありがとうございました。